委員長のイメージカラーを教えてください。その色で髪を染めます。確かになんかそういう推し方をしてくれる人っていますよね。割となんか結構ジャニーズとかで見る文化な感じがするんだけど、私にもそういうことをしてくれる方がいるとはとても嬉しい。っていうかさ、私のイベントとかに来てくれた人で私と髪の型全く同じにして来てくれてる女の子とかたまにいるんですよね。あれちゃんと見えてるんですよ。実はね、実は私のイメージカラーって赤なんだけど、あのさ、本当に赤だと思う？私のイメージカラー最近すごくね、それ思ってるっていうか悩んでるんだよね。いろんなライバーさんに聞いてる。それイメージだとピンク、白、あんまり赤のイメージない。黒ね。なるほどね。あ、黒一択でしょとか結構言われとるな。いや私本当にね、イメージカラー決めづらいカラーリングしてるんですよ。まず黒髪だし、あと制服コンでリボンピンクで、このヘアピンの色とかさ、私はねこのヘアピンの色赤だと思ってたんですよ。赤だと思って、ママが買ってくれたやつ赤だと思ってたら、ママに聞いたら、あ、それピンクのつもりでみたいな。今更変えるのもとも思ったけど、でもなんか結構さ、アイドルグループって編成変わるたびにイメージカラー変わったりするから、別に途中で変わるのも悪いことじゃないのかなみたいな。ひまちゃんも変わってるんですよ、イメージカラー途中で。オレンジから黄色になってるんですよ。黒いサイリウムないよな。あの黒のサイリウムはなんか なくもないんでしたっけ。でもなんか青になりがちですよね。結構ね、私も自分のなんだろう、グッズとかが結構さ部屋にあるじゃないですか。あるんですよ。赤って結構デザインに組み込みづらいから、何気にピンクとかになってたりとかするんですよね、グッズになるときに。ってなると私の部屋もちょっとピンクっぽくなるしみたいな。委員長は何色が希望なんだ。ちょっと好きなのは、ぶっちゃけ好きなのは黒とか赤。でもさ、樋口楓の画像をさ、みんなさ、立ち、あの制服の立ち絵バーンって見るとしようか、イメージカラーオレンジって思う？私は思わないっすよ。あの体だけ見たら、あの制服の姿だけ見てイメージカラーオレンジだなとは思わない。でもさ、楓ちゃんのやっぱ楓っていう名前とかもあるし、楓ちゃんの多分性格とかも加味してるだろうし、もう今はオレンジがしっくりきてるわけですよね。だからやっぱイメージカラー奥深いですよね。やっぱ髪の色と同じならいいというわけではない。その本人のパーソナルカラー、すなわちイメージカラーなのだ。ピンク多いっちゃ多いよね。佐々木シーナ、鈴原、赤はアンジュくらいしか思いつかない。あ、女性の赤？リリムって赤？あ、歌子お姉さんも赤だわ。確かに。ドーラさんもだ。あ、割といるな、赤。アキーナ？あ、確かに女性だしね。うん。って感じか。